はい、どうも、トラキチの無課金ハオロード阪神抽選編です。今日でログインが、920日目ですね。はい、現在2021年12月23日の、午前10時5分なんですけども、今回ですね、プロスピ交換会ね、第5回最後のプロスピ交換会の、抽選結果出てますんでね、そちらの方を見たいなと思います。はい、まあ僕もまだ見てませんので非常に楽しみです。はい、その前にバッティングトラベラーですね、あと5日と4時間ということで、まだ丸2日経ってないんですけども、現在までの進行状況ですね。はい、累計移動距離が79,949ということで、まあ約8万ぐらい行ってるんですけどね、まあ1日ちょっと4万ぐらいのペースで行って、でまあ最後これですね、はい、22万8000ですか。で S ランク規約書 OB 第3弾確率 33% ありますんでね、これはきっちり取っていきたいなと思います。ここまで使ったエナジーは10エナジー使いました。はい、まあもうガチャでね、メッセンジャー選手、このアカウント阪神純正だけでやってるんですけども、メッセンジャー選手もうガチャで取りましたんでね、まあなるべくエナジーを抑えて、累計取れればなと思ってます。はい、10エナジー使って、現在79,949メートルということですね。はい、それではですね、プロスピ交換会、見る前にですね、契約書ですね、OB 第3弾のこれですね、はい、これかな、これですね、はい、A ランク OB 契約書第3弾、この2枚開封したいなと思います。はい、まあもちろんメッセンジャー選手出てほしいですね。ガチャでね、1枚も A ランク出ませんでしたんでね、ぜひこのランダムで出てほしいなと思ってます。はい、それでは2枚いっぺんにいきますね。はい、ぜひメッセンジャー選手出てほしいです。お願いします。来い、1枚でもいいんでね、来てほしいですね。はい、さあメッセンジャー選手出るか、お願いします。来い、おっしゃ来た、おっしゃ、ええよええよ、いいですよ。もう一枚来てもいいよ。これで原則コーチ一枚来ますね。はい、もう一枚来い、来い、うわあ、牧原選手、はい、巨人ですね。はい、いやでもね、ランダムで1枚出たの大きいですね。これでまあ原則コーチ一枚来ますんでね、いや大きい、これありがとうございます。はい、嬉しい。はい、それでは、プロスピ交換会のね、第5回の、抽選結果見るんですけども、その前に一応欲しい選手だけ確認しておきます。はい、まあこのアカウント阪神純正だけでやってますんでね、欲しいのはもちろん阪神、まあ阪神今回同チームに、入れてますんでね、阪神の欲しいのは、もう一番欲しいのはこのスアレス選手。去年のシリーズ2から継承できてませんのでね、でもうすぐ、もうすぐというか、まあいずれ排出停止になると思いますんでね、ぜひこれを機に来てほしいなと思ってます。はい、まあ持ってなかったらね、未所持であれば誰でもいいんですけども、一番欲しいのは、まあ、スアレス選手かなという感じですね。はい、それでは、第5回ですね、イベントの終了したイベントですかね、これですね。はい、これみたいなと思います。プロスピ交換会第5回、今回一番上のランダムボックスには西武栗山選手で、同チームには木浪選手で、一番下のボックスには、横浜の倉本選手入れてます。それがどう変わったか、全員阪神来てほしいです。いきます、まずはランダムボックスですね。阪神いっぱい来い。さあ栗山選手から誰になったか、阪神来い。うん、若月選手、オリックスですね。はい、これオリックス純正編でね、めっちゃ欲しいんですけどねまあまあまあしゃあないですね。はい、続きまして同チーム阪神来ます。シリーズ1の木浪選手が、入れてるんですけども、木浪選手入れてるんですけども、誰に変わったか、シリーズ2のスアレス選手来い、お願いします。うん、エキサイティングプレイヤーの近本選手ですね。はい、まあ、近本選手一応ね、僕シリーズ1の近本選手持ってるんですけど、エキサイティングプレイヤーは持ってなかったんですけどね、まあちょっとこれ考えますね。はい、最後ですね、一番下のボックス、シリーズ1倉本選手、横浜の倉本選手から、誰に変わったか、阪神お願いします。うん、横浜大貫選手だったかな。はい、いやまあ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 、でもいいですね。はい、この近本選手一応レベルマックスですね。はい、ちょっと近本選手だけ見ますね。特殊能力とかは上がってないかな、それはしてないか、これですね、一応受け取ります。エキサイティングプレイヤーなので、ね、結構まあでもシリーズ1シリーズ2出たんでね、もうね、センターですね。
そうですね、僕一応まあこっち持ってて、まあ勝利のシャツいて、特殊もしてるんですけどね、こっちかも選手、はい、特訓上がってないですね、はい、まあでもね、エキサイティングプレイヤーのやつなんで、うん、特殊能力も上がってませんで、エキサイティングプレイヤー、ちょっと待ってください、ちょっともう一回見ますね、エキサイティングプレイヤーの近本選手って、素で A 乗ってましたっけ、これですね、あ、79か、そうか。ミートかな、ミート79です。まあでもね、後々もしそうですね、今のままシリーズ2の近本選手が取れなければ、コンボがね、熱狂の渦でしたっけね、エキサイティングプレイヤーはね、コンボがあるんで、ね、まあまあちょっと置いときます、はい、ちょっと考えますね、はい。なんかごめんなさいね、なんかちょっとちょっと考えてました、はい。まあ今回ね、これでプロスペ交換終わりましたけども、まあ、第1回、まあ、これ見てもらったら分かるんですけど、第1回でね、どこかな、第1回で、まあ、佐藤輝明選手、今回来てくれましたんでね、過去のこれですね、はい、第1回で、これですね、持ってない佐藤輝明選手、来てくれましたんでね、これが非常に良かったかなと思います。で、第2回がこういう感じですね、福原選手のタイムスリップ、これもまあ、称号とかで使えますんでね、僕一応極みで持ってますけども、福原さんね、持ってますけど、これも良かったかなと思いますね。第3回、ガンケル選手も持ってましたね。で、第4回が木浪選手、その木浪選手を入れて、まあ、近本選手のエキサイティングプレーというのは、まあ、ちょっとまだ使い道ちょっとあるかなという感じも、このままシリーズ2の近本選手が取れないままいきそうなので、近本選手、このエキサイティングプレーヤーの方がいいかもしれないですね。はい。そういう感じですね、はい。まあちょっとね、この若月選手ね、できればオリックス女性編で欲しいなと思ってます、はい、はい、今回こんな感じですね。まあプロスペ交換会、非常に楽しき、ね、イベントで、強化もできましたしね、佐藤輝明選手来てくれましたね、強化もできましたし、まあ非常に5回楽しめましたね、はい、よかったです、はい。まああと、バッティングトラブラーの累計のね、 A ランク OB 契約書第3弾でね、メッセンジャー選手1枚来てくれましたんで、まあ、これは非常に大きいかなと思います、はい。まあ、このままね、ちょっとメッセンジャー選手今育成中ですけども、このまま育成して、まあ、入れるときにね、現実コーチ1枚でも置くというのは、まあ、今後のためにも非常に良かったかなと思うんでね、これは良かったかなと思います。バッティングトラベラーの方にも、まあ、まだね、 A ランク OB 契約書、ごめんなさいね、ちょっと長なってますけど、これまだ1枚ありますんでね、これでね、もう1枚持ち出てくれるかもしれませんし、まあ、選択で2枚取れるんで、今のところ3まではいけますし、ね、まあ、もちろん原突コーチ、まあ全然極めにできる分は持ってるんですけども、もう1枚これで、ちょっとチャンスありますんでね、それに期待したいなと思ってます、はい、はい。今回こんな感じですね、まあ近本選手の最後エキサイティングプレイヤーということで、まあ、うん、ちょっとでも考えれるんでね、良かったかなと思います、はい。はい、今回こんな感じです。また動画上げますんで見ていただけるとありがたいです。以上、トラキチの無課金ハオロード阪神純正編でした。